どういうことなのか。梅沢富美男の楽屋に仕掛けられたのは、おお、よく見てるね、よくできてます。本人そっくりに作られた梅沢富美男人形。梅沢をさまざまな角度から 3D レーザーでスキャニングして、コンピューターグラフィックで立体化。そのデータをもとに最先端の 3D プリンターで精巧に作り上げた。さらに特殊メイクを施し、肌の赤みだけでなくシワや血管までリアルに再現。すげえな。名付けて 3D 富美男くん。お値段1体50万円。シミまで再現されてる。ほら見てごらん、このシミはね、もう、まあ、何年か。そしてふざけたこと言ってんねえのよ、この野郎。申し訳ありませんでした。すいません。すいません。やってられるかも。あ、すいません。すいません。ちょっと待ってください。すいません。いや、おしまいだもん。あ、口も汚くない。おめえもこんな番組で拾ってくんじゃねえんだ、このバカ野郎。かわいそうなマネージャーさん。これは怖いな。リアリティを出すために、とばっちりを受けた。すいません。失礼します。来ましたよ。ドア来ました、ドア来ました。すいません。先ほど、浜川です。すいません。あの、ちょっと謝罪させてもらっていい。よし。ちょっと謝罪させてもらっていいですか。無視されてると思って。いや全然気づかなかった。すごいな。すげえ怖い。いやこれトラウマになりますよマジで。よしゃもうちょっと先輩大事にしろよ。はい。気をつけます今後。すいません。じゃあった大変なことになるぞお前。はい。中村君よ。はい。伊藤だよ。はい。うわっ、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 はい。うわっ、うわっ、うわっ、あー、怖い。そっちは臭い。こっち怖ー。もうめちゃくちゃ怖い。よかったー。あー、よかった。気がつかなかった？いや全然動かねえなとは思ってますよ。どう？あでも本当に分かんない。すごい。みんな横一線に並べって。早く早く。でも本当に爪までちゃんとある。Subscribe now.